今はまだ現実をまだ受け止めて切れてはいないかなっていう状態です。あんまり高くはないとは思ってたんですけど、そう思ってた以上の高い順位で非常に嬉しく思ってます。その角度のあるまっすぐっていうのが自分の武器なんで、そこが自分の一番の長所かなっていうふうには思います。やっぱりその選ばれた以上は、その球団を代表するようなその絶対的エースになりたいと思うんで、まずそれに向けて今からその準備を進めていきたいと思ってます。やっぱり女手一つで育ててくれた母に一番に伝えたいと思います。まず会ってどんな言葉を書きましょう。とりあえずそのドラフトにかかりましたというふうに言って、今までありがとうっていう中でも、そのこれから恩返しするので、また支えてくださいっていうふうに伝えたいと思います。